はい、よろしくお願いします。どうも、あいちです。ということで、ワンワード第2回でございます。今回素敵な方がゲストに来ていただきましたので、ちょっと簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。ウェーピーやーおっぱぴー、小島よしおです。ずいずいずーい、フルコース、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ゲスト小島よしおさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。いいんすか？いやこちらこそ。いや、もちろんもちろん。ハイチさん、ハイチ先生、ハイチ先生、来てもいいです。僕がね、YouTube でこういう授業動画をこうやらせてもらって、はい、参考にさせていただいて、以前あれですよ、何かの取材の時に、お名前を出していただいて、で、そのお名前出していただいた後に、うちのユーザーの子がざわついたんですよ。先生、小島よしおさんが名前出してますみたいな。で、その後に小島さんが多分 DM くださったんですよ、ね、そうなんですよ、わざわざお礼の DM をくださって、そこがちょっと縁があって、今日に、ありがとうございます。めちゃめちゃ会いたかったっす、本当に。私こそ、私の方こそか。緊張されてます。俺もなんか緊張してきた。おかしい。もっと気楽に。大丈夫ですね。じゃあ今日は小島さんの一つ過去の、ワンワードとこれからのワンワード2つ出していただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まずは、今までのワンワードを出していただいてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、お願いします。今までのワンワードはこちらです。裸。裸って見たときちょっと、なるほどってなりましたけど、でもやっぱりちょっと理由をお聞きしたいので、なんでこのワンワードにしたのかをお聞かせいただければ。自分がまあ芸能界というかこう、ピンでデビューしたのがだいたい15年ぐらい前なんですけど、裸だったんですね。その世代です。バッチリその世代。本当ですか？今いくつですか？もう36です。じゃあ大学生の時ぐらいかな、自分は。じゃあおっぱぴ世代、もうガチガチなですね。で、まあずっと、裸でやってきたんで、今までの。なんかかっこいいですね。裸でやってきたんですよ。そうなんですよ。だからなんかワンワード何かなって思った時に、これしかないなと思って、裸ですね。芸人としてデビューされたのが、その年ですか？いや、デビューしたのはもうさらに、5、6年前なんですよね。あ、そうなんですか。5人でやってたんですよ。あ、そうなんですか。それで勉強不足で。いや。それが2000年ぐらいですか、じゃあ。2000年ですね。に芸人でデビューされて。芸人で、そうです。5人で、ワゲっていうグループで、早稲田アカデミックギャグエッセンスっていう。ああ、早稲田の大学当時のみんなで組んでた。そうです。早稲田のお笑いサークルで組んでて、それから、なんていうか事務所、アミューズに、一応スカウトされて、それで5人で活動したんですよ。へえ、で、ピンになられたのいつですか？2006年。だって2006年で金になられて、2007年でブレイクしたんですか？そしたら。まあそうですね。早くないですか？いや、だからもう本当ラッキーでしたね。いや、本当に。いや、もう本当に、これは、同じ芸人の先輩とか、なんていうか、その、要は関係者みたいな人からも、すごく意外だったって、言われるんですよ。5人でやって、解散決まって、当時のマネージャーと、今後どうするんだみたいな、話した時に、みんなそれぞれ、だから、俺は脚本家になりたいとか、ミュージシャンになりたいとかっていう中で、俺はピン芸人やりたいっすって言ったら、みんなで笑ってましたね。ってか、それはやめとけ、やめた方がいいっていう。で、当時のマネージャーなんか、お前は花屋になった方がいいって。本当にマジなテンションで。なんで？いや、なんかお前はいいやつだから、多分花屋になればすごい人気のある花屋になると思って、なんかすごい真面目に言われて。なかなか男性一人のこれからのこと考えた時に、花屋っていうセリフになってこないですよね。いや素晴らしいね、お仕事だと思います。自分の当時の選択肢には全くなかったんですよ。それぐらい、なんていうか、その僕がピン芸人になるっていうことは、もう本当に周りが良した方がいいっていうか、いう感じでしたね。でも、自分の意思を貫いて、ピン芸人として活動されるっていう。そうですね。自分の意思もありましたし、不思議な話をすると、霊能力者的な人に、たまたま見てもらう機会があって、で、解散は決まってたんですよ。で、今後どうする、しようかなっていう話を相談した時に、絶対ピンやった方がいい。来年間違いなく売れるからって言われたんですよ。その人すごすぎません？今思えば本当にその感じになったんですけど、大学のサークルでお笑いサークルに入っ
って、まあ、お笑いサークルに入ったのも、はい、別のサークルのお花見に遊びに行ってたんですよね、はい、早稲田って、はい、お花見とか新入生歓迎会みたいなめちゃめちゃあるんですよ、うん、でめちゃめちゃある中の一個の、まあ、キャンプサークルに、はい、行った時に、はい、そこで、まあ、キングオブコントで優勝したあのカモメンタルのう大さんがたまたまキャンプサークルにいて、はい、でお笑いサークルもやってるから見に来ないって言って、はい、で見に行ったのがきっかけですね。で入ってで活動されたって、はい、じゃあそのなんだろう、う大さんと出会うまではお笑いサークルに入るっていう選択肢はなかった、うんはい、なかったですね。あ、そうなんですね、はい、まあ、でもなんていうかその表のお仕事には興味があって目立ちたがり屋だったんで、はい、そういうなんか芸能事務所とかプロダクションのオーディションには受けに行ってたんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、受けに行ってたんですけど授業料でいくら払わないといけないとか、はい、その在籍するのにいくらかかるみたいな感じだったんですよ、はい、でそういうお金はないみたいな感じ で、うん、で入ってなかったんですよ。じゃあ小島さんあれですね、はい、養成所とかを通らずにスカウトで入って、うん、まあ、あれをスカウトとするならばそうですね、誘ってもらって、はい、まあ、その道に入ったって感じですね。あ、そうなんですね、はい、自分すごい地味な大学生だったので、はい、俺前に今出てますけど、はいはい、実はもう目立つの得意じゃないんですよ、できれば裏方で行きたい。でも初め顔出してなかったですね。出してないです、まあ、今も授業はあんま出さないですけど、はい、相談に答える動画を撮るときに、はい、相談は顔出てる方が子供たちに伝わるっていうので顔をがっつり出すように変えたんです、はい、今でもこんなことやってますけど、はい、裏方がいいんですよ俺本当は。あ、そうなんですか。そうだから新入生歓迎会とかの時ですよね、はい、誘われても絶対行かないんですよ。お笑いサークル多分行けなくて。サークルって何か入ってたんですか。最初は軽音やってました。おお、表じゃないですか。あ、でも軽音ってでも内輪じゃないですか。しかもなんか軽音って言い方悪いですけど、うん、歌っていう表現だけだから、はいはい、人を笑わせるっていうことに縁遠いんです、はい、今でも、すごくめちゃくちゃその芸人さんとかに尊敬の念じゃないですけど、はい、手が強いんです多分人よりもかなり、自分ができないことなので。ウェイもちょっとやっぱ抵抗がある感じなんですね。そうか、今乗るべきとこか。いやいやいや、反省しなくていいんですけどそういう意味で言うと本当に僕はめちゃめちゃラッキーな感じなんですね。そういう節目節目で、まあ、そうやってこう誘ってもらったりとか、はい、まあ、ピンになって今のサンミュージックに入る時も、はい、その他の人に誘ってもらったりとか、その時遊んでいた先輩にネタ考えてもらってましたからね。その今のサンミュージックに入る時に、まあ、ネタ見せがあるんですよ、はい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 、ネタ見せがあるネタを、はい、その5人組の時はネタ考えてなかったんで。ああ、他の方が考えてたんですか。そうです、そうです、はい、1人になった時ネタ作れなかったんですよ、はい、でもその時に一緒に遊んでた先輩が、はい、ネタ考えてやるよっつって、はい、考えてくれたやつで受かったんですよ。そういうのはめっちゃあるんですよね、はい、小島さんあれですか、なんか人のこう縁がすごいいいんですかね、はい、縁がいいんです本当に。はい、それはすごく感じますね。それ小島さんのお人柄ですよね、はい、そうすると。いや、これはね、本当ご先祖様のおかげだと思います。おっと、そう、え、どういうことですか。うちのお母さんが言ってました、はい、あの俺がこうめちゃめちゃテレビ出だした時に、はい、2007年だったんですけど、はい、本当にうちのお母ちゃんはご先祖様のおかげだねって言ってました、はい、うん、あんま深く聞かないで。次に、はい、今までこれ過去の話をさせていただいたんですけど、うん、はい、次じゃあこれからの小島よしおさんのワンワードをちょっと発表していただいてもよろしいでしょうか。わかりました、はい、お願いします。これからこちらですね。お、学ぶ、学ぶ、裸と学ぶってすごい相対するみたいな。もう裸学っていう新しい学問みたいですけど裸学絶対流行っちゃダメなんですね。ちなみにこれはなぜこれから学ぶと。これはでも本当にこの、はい、オッパピ小学校をやり始めることによって、はい、そういう、まあ、アンテナじゃないですけど、まあ、こうやってハイチさんとの出会いもありますし、はい、そういう教育系の取材だったり、はい、なんかそういうことが増えてきて、で自分でもやっぱこう学ぶっていうことに対してすごく興味が出てきてるんですね。だからその授業動画も僕が主導的にっていうよりは、その作家さんの人がこういうテーマを出してくれて、はい、でそこから自分でも忘れてたこととか、はい、時計の読み方ってあれ説明どうやってすればいいんだろうみたいなところもあって、はい、でそこでなんか自分で学び直してるなっていう感覚が結構あるんですよ。でもう40なんですけど、はい、40過ぎて、まあ、正直そのやっぱ体もどんどんこう重力に負けてくる全然感じないですよね今のところまだ、はい、あの維持できてる気がするんですけど、はい、こっ
から先、はい、やっぱそう裸になることで、はい、不愉快な感情を与えてしまう体になってしまうかもしれない。年齢とともにっていうことですよね。はい、そう考えると内側の部分、学び、はい、そういうのをこう、はい、自分の中で身につけていきたいなっていう、はい、そういう意味での学ぶと。学ぶきっかけは緊急事態宣言とかで休校が あったというか、去年の4月ぐらいに、はい、知り合いの作家さんが、はい、僕が子供向けのなんかライブはずっと前からやってたんですよ、はい、っていうのを知ってくれていて、はい、で今こうやって休校が続いてて、うん、子供たちの学力がやっぱ下がっちゃうから、はい、もうなんとかしようよっていうふうに声かけてくれた作家さんがいまして、はい、まあ、本当にその当時仕事も全部こうなくなっちゃってる状態で、じゃあやりましょうみたいな、時間もあるし全然いいですよみたいな感じで始めたのがきっかけですね。これ継続されるって大変じゃなかったですか？なんかそれはまあでもやっぱこう反響があったのは結構大きいですね。早かったですよね、はい、割と初期の頃に。そうですね、結構始めてすぐなんかそのいろいろ取り上げてもらったりとか、はい、やっぱね、反響がないものを続けていくのはやっぱきついんですよね。てか実はその前にも、はい、YouTube 自体もやっていて、はい、ネタとか、うん、生ライブとかやってたんですよ、はい、あんまなかったんですね、反響が。そういう時代もあったからなんか反響があることがすごく嬉しくて、でまたその作家さんだったりお世話になってるディレクターさんとかとこうみんなでチームになってやっているっていうことが、はい、なんかすごくねやりがいもあって、それでなんか続けられてるっていうか。なるほど、はい、自分はもう初めてこうテレビとかで拝見した時はやっぱもちろん芸人の小島よしおさんだったんですけど、うん、はい、今自分はやっぱこういう活動してるのもあって、はい、どちらかというと教育者として見ちゃうんですよね。あら、ま、すごく、はい、だから、まあ、自分も投稿2012からやってますけど、はい、なかなかしんどかったんですよ。やっぱ再生されないですし、当然、はいはいはい、でやっぱり小学校コンテンツだと、うん、例えば中学受験向けの難しい問題とかだったら、はい、アンテナの立ってる方たちが見るからあれですけど、割とこう基本的なところを、はい、ね、子どもたちがつまずくところをされてるじゃないですか、うん、だからバズるコンテンツではないはずなんですよね。で、結構、まあ、ここ数年で教育系 YouTuber と言われる方たち増えたんですけど、うん、はい、ほとんどやめていくんですよ。続かない人が圧倒的に多くて、はいはいはい、でもその中でもお忙しい中こう続けてこられたから、その続けてこれたところは何だったんだろうなと思って今あったんですけど。でもそうです、本当にコメントとかで、はい、子供に勉強を教えようとしたけどうまく教えられなくて、はい、でも喧嘩になっちゃったんだけど、これを見たらすごくうまくいきましたとか、はい、今まで勉強嫌いだった息子がこの動画は見てますとか、うん、これどっちかって僕って、はい、その芸風的に学校で禁止される方の芸風だったので真逆なんです本当に。まあちょっと一部の親御さんからは見てほしくないってなりそうなの、こいつを見せるなっていうところでずっとやってきたのが、あ、なるほど、もう真逆の評価というか真逆のこう声があった時に、はい、なんかすごいね、これが嬉しくて。あ、なるほど、それもありましたね。ちなみにこの活動で続けられます、はい、授業動画ってその辺どう考えてらっしゃいます、これから。続けていきたいなと思ってますね。うん、他にやりたいこととかあります？いやー、どうしようかなっていうのはね、ちょっと話したりしてるんですけど、はい、まずね、今算数が終わってないんで、はい、算数はとりあえず終わらせましょうっていう話はしてるんですけど、どうすればいいですかね、逆に。だってもう全部やってるじゃないですか。小学生は算数だけですけど、小学生中学生は国数 AD 社全部ですよね。やってます、やってます。それはどういう順番ですか？小学生から始めたんですか？スタートは中学生です。中学生から数学と英語から始めて、はい、それを取りながら小学生とか高校生とかも派生して取って、いやいや、もう丸9年ですから、もうちょっとで10年目なんですよ、もう。はー、長くやってますからね。どれぐらいのペースで？今は頭の部分と推しの部分だけ編集カットして合わせてるんですけど、はいはい、当時はもう取り切りでもう撮って何もせずに投稿してたんですよ。だから一番多い時1日7本とか投稿しました。7本1日7本ですか？はい、はー、あらまあ、最初の頃は。小島さんって叩かれたことないですか、授業とかって？特になかったですか？ ありました。初め裸でやってたんで、授業は見せたいけどお前のチッピは見せたくないって。
そういうお叱りの声はなるほど、はい、いただいて、まあ、それで今この T シャツというスタイルになってるんですけどね。でもそれを着るようになったらなくなったんですよね、そういう特に。そこからは最近はあんまりないですよね。あったんですか？2012から始めたんですけど、はい、まあ、ネットなんでちょっと悪今でもあるんですけど、うん、2012、2013が一番ひどくて、はい、本当長文のお叱りっていう表現すらあれですけど、どういう類の、まあ、ひとまず言うと、はい、教育を汚すなと、バカにしてんのかとか、一番多かったのは偽善者です、偽善者が圧倒的に多くて。そうなんすごかったですよ。それはその学校の先生でもないのに授業を教えるなっていうことなんですか？まあ、教育ってちょっと生殖じゃないですけど、そういうなんか認識ってあるじゃ一部あるじゃないですか。今ちょっとなくなってきましたけど、はい、その聖なる職業の部分を YouTube ってよくわからないところに混ぜたので、はい、あ、そういう教育を汚すなっていう意味で送ってらっしゃる印象はありましたね、当時は。そんな意味で言ったら教育を汚すでもそれってでもそういうハイチさんがそこで多分戦ってきて、はい、で辞めずに続けてきたから、はいはい、多分僕も今こうできてるんですよ。いやでそんなことないです。いや絶対そうだと思います。多分その道が多分、はい、あのハイチさんが作ってくれたから選択肢がもうあったんですよね。僕がその YouTube で授業を教えるっていうのが選択肢としてあったっていうのは多分その時の多分ハイチさんの戦いがあったからだと思います。いやでも小島さんが授業動画を投稿してるのを知った時の喜びというか、なかなか母数が増えないコンテンツだったので、まあ他の方の名前出すとあれですけど、中田あっちゃんとかが教育で入られたんですけど、どちらかというと授業ではなくて雑学とかをまあ教えてくださるっていうコンテンツだったの別じゃないですか。やっぱり授業ってなかなかうまくいかないところ、はいはい、そこを継続してくださったので、あ、そうやっぱり大きいんですよ、こういうフィールドからすると、はい、まあ、言い方あれですけど、はい、あの小島さんもやってますよっていうことができるんですよ、うん、あ、それはすごく、まあ、本当個人的な意見ですけど、はい、めちゃくちゃやっぱり嬉しかったですし、そう勝手にすごい力強いこう味方ができたイメージでいたので、これでもこの本に名前ね載せていただいて、勝手に載せていただいてありがとうございます。いやいやいや、うん、いやこれ本当に僕の方こそなんですよね。僕の方こそ、はい、そのやっぱ授業動画作るときに、はい、全部のテーマやってらっしゃるんで、はい、まず参考にさせてもらうんですよ、はい、こういう感じで進めていったらいいんだとか、はい、あとはすごいこうファンの方がいっぱいいるから、あ、もう俺も続けるモチベーションになってる、ね、いやありがとうございます、うん、なんで逆に、はい、はい、ありがとうございます。いやだからめちゃめちゃ褒め合う感じでいやでもそれをちょっとずっと伝えたくて、実はそういう、なんか今日良かったです、はい、お会いできてこうやってお話できたので、いやいや、ぜひ続けてください本当に、ね、はい、いやぜひぜひ、ね、一緒に授業もさっきね、はい、撮らせていただいたので、はい、撮影させてもらいましたけど、いつも一人なんで、はい、いやすごいなんか新鮮でした。不思議な感じしますよね、はい、あ、そうか、お互いねそう一人でやってるから、そう初めてこう一緒にね誰かと授業をするっていう、うん、非常に楽しかったです。それも楽しかったですね、はい、あれもまたなんかね、はい、機会があれば、はい、ぜひぜひまたさせていただければ。はい、今日本当素敵な話ありがとうございました。ちょっと緊張しちゃって、はい、スタッフの方が緊張してるっておっしゃってるから多分緊張ほどしてたんでしょうね。いやいや緊張しちゃうんですよねなんでだよ、はい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。ぜひあの、ね、コラボさっきお話ありましたけど、はい、一緒に授業させてもらった方が、はい、おっぱっぴー小学校の方で上がってますので、はい、概要欄の方から飛んでいただいてご覧いただけたらと思います。よろしくお願いしま す。じゃあぜひまた第2弾をいつか、はい、やらせてください。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回のワンワードは小島よしおさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ピーヤー。